久々のハウトゥーコーナー、中村智彦による、メソッドエアのコツ。これはあれ？ちゃんと言うタイプ？ちゃんと言うタイプ。逆にちゃんと言わんタイプ聞きたいけど。よいしょって感じです。そうか。じゃあ一回ちょっと見せてもらおうか。よいしょ。よいしょ、行く前にこけて仕切り直し。おお。動的に気をつけてるとこないの？気をつけてるところはメソッドの時だけエアの、回るスピード、下向いてするグラブなので、はい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 、逆にエアで言うと回りすぎを狙う、回りすぎぐらいで行く、なるほど。そう、教えられてきたことと違うことをしないとあかんから、はい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 、早回しな。早回しあですって。そこで練習せなあかんな。いや、いいメソッド出ました。EYTD。 おおおお、さすがグラブした方が安定ですね。とも一回行かされたと思って安定です。テディベアか。膝腰、ワイティ腰。腰。おお。テディベア。EYTV をご覧いただきありがとうございました。 EYTV では皆様からのネタやリクエストを募集しております。ネタやリクエストがなければ番組が成り立ちません。 YouTube のコメントかヤストコ8の公式サイト内にある EYTV 専用ページから投稿できますので、どうか応援よろしくお願いいたします。そして新しい放送を見逃したくないという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。それでは今回はここまでです。次回放送までごきげんよう。さようなら。